どうもです、つくもやよ。10月17日、今日は伊勢神宮の神鍋さんやね、その年に収穫された穀物を天照大神に捧げて恵みに感謝するいうお祭りや。六曜は全部何事も控えめに、午前は今日で、午後が吉、十日は日のと、ともし火を示す影の日、成長が旺盛な時期を迎えた状態を示しとる。十二支はイノシシやね、影の水、火は枝だけとなり草は枯れる状態を示しとる。ほんで、この十巻と十二支から音読五行を読むと、水国か、水は火を消すいうことで、総国、物事が順調にいかへんいう系や。全部で総国ってなんやな、大人収支取った方が良さそうな気するけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな。